はい、どうもエテポンゲーです。よろしくお願いします。スナックワールド実況プレイやっていきます。結構ねレベル、ちょっと待ってね。はい、下画面がちょっと被ってたわ。とりあえずね、どんどん進めたいんでエテさんの悪いところね、ほんと一個ずつ順番にね、やっていこうとしてしまってね、長引いてしまうっていうね、そういう部分があるんでね、ストーリーをね、もうどんどん進めていこうと思います。はい。てなわけで、今日はちょっと一番くじチェックしてね、サブクエストとかはね、とりあえず置いとこうかなって思います。いらっしゃいませ。はい。どうしてもね、動画としてね残したいからね、裏でね、こっそりやってもいいんだけど、そんなんしてるとね、本当に全然進められないからエツさんの悪いところね、A 型なところ出ちゃうから、 A 型なところ、一発くじは、ちょっと様子見ですね。29だからクリスタルソード引ける、自信があります、はい。てなわけで、今日は ストーリーを進めていきましょう。どんな感じだったっけな、ちょっと確認します。あ、惚れ薬ね、セイレン姉妹が持っているっていう惚れ薬を今から探しに行くっていうやつだね。クエストレベル15で結構マルチでね、ポクテさんとね一緒にマルチ結構回ったりしてるんで、レベルは高いと思うんで、案外ね、あっさり勝てると思います。いきます。出発。クラーケンもね、あ、そうだったこいつだった。クラーケンもあっさり倒せちゃったんでね。ジーニーはね、お助けの方で使った方がいいんじゃないか説がね少し浮上しております。どうなんだろうね、なんかキャラクターによってさ、やっぱり強さとか技とかがあるわけじゃないですか。モサはどんどん倒していくね。あ、そうそう。で、今ね、もう、味方がね、増えたから、今、3人でね、モンスター2人と、エテと3人で行動しております。あ、めっちゃ楽だね。倒しまくろう、もう。どんどん倒していこう。で、こういうとこね、こういうとこ A型のダメなところね。綺麗に掃除してから先に進みたくなるっていう行くぜ、サクサクっていっちゃおう。ススススッと抜けちゃおう。ここは大した経験値ももらえそうにない。右側だね。宝箱とかはね開けていきたいよね。そのソロでやってる時も何これ、なんじゃこいつは。ブタコじゃん。ブタコってチャップのペットじゃないの。死ね、倒しちゃった。弾けるポップコーン。倒してよかったんかな。おお、そう、ピーターパンパン。ほい、はてなはてなじゃん、こいつピーターパンパンだよ。お、レベル上がった。グン、グン。OK。これで次いけんのかな。無限樹海、ミネストフォレスト。
ミネフォレだね、俗に言うミネフォレ。そんな訳し方されてないかな。起動クリアー終わりなんか入り口で終わるのもなんか、なんかそのまま行きたいよね、こう行きたくなるよね。一回城に戻ってくるんじゃっていうことだね。はい、帰ります。でね、恒例の、じゃんけんタイムと、目玉商品がなんか剣だったよね、ここ。それは欲しいな。ジャラはあんまりその斧ばっかり使ってるから、斧ないしないし、斧が強いんだよね。はい、グッ、あグッ、よし、どっちか取れるね。真ん中の左から2番目のやつ欲しいんですけど、譲ってもらえませんか。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、在庫ある。どっちの方がいいんだろう。力を大アップ、ヒールドリンク強化、ヒールドリンク回復中アップ、おなら耐性アップ、食いしばり、気絶時に1回だけ HP1 で耐える。うわー、どっちもいいな。あ、時間が、これ微妙に時間短いよね微妙に時間短いよね。まあまあまあいいや、うん、1耐えるっていいよね。頑丈だね、頑丈、特性頑丈をつけられるということです。なかなかの実力者のようだな、貴様。この森に何のようだ。セイレン姉妹を探してる。ピーターパン。ピーターパンを探してます。ピーターパン？この俺に何のようだ。お前ピーターパンじゃねえよ。よし。この俺こそが森のスーパー探検家、ピーターパンだ。ちなみに人は私をこう呼ぶ。ピーターパンパンとな、違うじゃん、ちげえじゃん。帰れ。精錬姉妹、精錬姉妹の居場所を教えてくれ。はい、俺は森のスーパー探検家だ。この森で知らないことはない。やつらが住むのはこの森の奥の奥、ここから三日三晩はかかる。案内してほしいか。お願いしますって言ったらついてくるんだろうね。自分で探すからいいって言ったらどっか行くんだろうね、多分ね。いや、どっちにしてもついてくるような気はするけどね。まあ一応ちょっとついてきてほしいからお願いしますで、ね、素直に行こう。ここは無理だ。案内してやらんこともないが今すぐは無理だ。今俺は森の姫君を探している最中なんだ。一体どこにいるのか知らないの？え？あれ？俺の後ろに立つ！うるせえ。なんだこいつ。そういうわけだ。姫君を探すのを手伝ってくれたらその後に案内してやろう。よし。ならばついてこい。無限樹海ライセンス。はい。やったね。また新しいエリアが増えました。一発口。もう奇跡的にさ、奇跡的なクリスタルソード残しで、あー減ったけど21でクリスタルソード足りないや。武器屋とかはさ、
今ねランク B かなんかだったよ。あーサブの人いる。サブってさ消えたりしないよね、ストーリー進めちゃったら。なんかそういうとこ気になってさ、やっぱ進められなくなっちゃうよね。いらっしゃいませ。B。あ、これシルバースペードソード普通に売ってくれるんだ。あー、これかっこいいよね。この剣好きなんだけど、デトニックソード。これ一回そのダンジョンでね、商人さんが売ってくれるっていうあの店があったんだけども、お金が足りなくて買えなかったやつ。デトニックソードかっこいいな。これ1万8000円でしょ。まあまあいつでも買えるからね、これで。とりあえず様子見で、あなたは一体何でしょうか。おい、テポンゲ、今ちょっと立て込んでてな。カルボナーラ。はあ、適当にだぞ。ご主人様喧嘩中です。おいおい、こいつが悪いんだ、このインチキ商人め。私は全く悪くないですですよ。あなたの自業自得だから。何があったの？人は見かけで判断しちゃいけない。俺たちを騙して偽ブランドを売りつけたんだ。そうそう、その服とかね、武器にブランドのあれがあるもんね、概念がね。コロンを買ったつもりがブリッドエンチャントでした。あ、偽物ね。臭いんだこれが。100万ギランもしたんだぞ。払った分弁償しろ。勝手に勘違いしただけです。武器屋のくせに見る目ない。そこの変なロボットも鼻くそ詰まってそうですね。私は忙しいからそろそろ出ていきます。待て、こら待て、やなことですよ。用心棒雇ったから追いかけても無駄です。ブリッドなブリブリは。どうすれば。そうだ、お前ならやってくれるな。きっと外の平原まで逃げたはずだ。商人を連れ戻してくれ。まあ引き受けておきましょう。頼んだぞ。武器がいるならこの店で買っていくといいぞ。ようこそいらっしゃいました。いや逆に偽物の商品ちょっと欲しいんだけど。面白いよねそっちの方が。なんか偽物だけど本物のような見た目で能力めっちゃ低い、ほんと見かけ倒しみたいな。マルチで見え張れそうじゃん。そのラスボスを倒さなきゃ手に入らない武器の偽物で、見た目はほぼそっくりだけどめちゃくちゃ弱いみたいな。はい、ストーリーやっていきます。森に眠る姫君、これだね。ウッドアックス行きましょう。出発。行くぞ。やっぱりピーターパンパン、お前戦えんのか。お前ミネフォレニ。ダンジョンだよね。行くぜ。あー、ダンジョン。道案内を俺に任せろ。森のことは全てお見通しだからな。任せらんないわ。なんかちょっと画面離します。はい、敵一撃。ゲスト、えらい一直線ここ。こっち。はい、
え、ちょ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 、あー、ここ行けんの、ここ行けんのね、ここあ、これ通路じゃなくてここ部屋なんね、これね。あー、もうハリセンが、ハリセンがもうマップが分かんなくなるから、ハリセンだけは勘弁してほしい。そのうちね、そのマップ把握みたいな効果がついた装備品とかないんかな。あったらめっちゃ欲しいわ。宝箱探知とかよりもマップ把握が欲しい。これなんだ、ん、いらっしゃいませ。お、出張ショップ。おお、こんなとこにもあんの。ほら、この右上のやつがね、ブランドね、クロリス、ブラリタニアエンチャント、クロリス、ピファニーそもそもがパクってんじゃんこれ。基本的にパクってんじゃんこれ。あんまいい商品ないね。なんかパワー系な武器がないわ。これなんか良さそうだけど。これ買ってみる？買っとく？買っちゃおうか。これ買っちゃおう。はい、すぐに装備します。うーん、じゃああんま使ってないのが、これ買ったんだけどここかな。なんかね、武器の攻撃の X の攻撃がね、当てにくいんだよね。一マス間があるというか、ちょっと間隔空けて振らないと敵に当てられないから、ちょっと使ってみるか。敵さんがいない。ああ、ここまた間違えた。通路じゃなかった。いた、よし、くらえ。おお、あ、間違えた、変えちゃった。まあ悪くないかな。遠距離攻撃だね。はっ、ただちゃんと相手の方向を見てないと当てれない。そこんとこ難しいね。こっちもそういえば使ってなかったな。あ、見えてたのに。あ、こっちつながった。滑る、くらえ。難しいな杖、むずいな。けどそのうち絶対杖をちゃんと使いこなさないといけない敵とか出てくるんだろうな。出るんだろうな。あ、あった、行きましょう。さっきの買ったやつは多分光系の武器で、今振ってんの闇系だね、どう見ても。ロックオンしてちゃんと振れば当たるかな。マーメイドどうだ。ほっ、え、あ、そうだ、 R 押しながら、 L か R か押しながらだと違う技になるんだった。全然撃てないし、次の攻撃が。ちょっと魔法系はちょっと手には合わないかな。やっぱこっちだわ。ハリセンだけは気をつけようねって言ってたら踏みそうだからな、怖いわ。
大部屋に罠のある確率が高い気がするよ。くらえ！よし。ダンディーティー。ダンディーティー。よいしょ。強くない？あ、兄貴の。これ何階まであるとかっていうのはそういうのは分かんないのかな。基本的にダンジョン2つでボス部屋っていう感じで決まってたりすんのかな。あれ？あ、うん？あ、これ敵だろ。ペペロン？あ、ペペロンじゃん。アイテムを手に入れたでごわすが、オイドには必要ないのでもらってほしいでごわす。おう、あれ、ありがとう。ありがとう。なんだあいつ。回復してくれただけ。光ったけど特に何もなし。危ないよ。あ、宝物庫バトル初見です。ミステリーゾーンは怖い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 、何怖い怖い。私に任せときな。呼び出し OK。これでちょっと元気出たかい？は？え？は？いや、実にミステリーだね。あ、やっぱりそうかな。2つ、ダンジョン2つで、あ、けど3つになるのか、この場合。ん？チャップ。いいところに。これもらってよ。なになに、金だ。金をくれた。一生ついてきます、チャップの兄貴。あ、回復はいいか、大丈夫だね。よし、ボス。きついきつい。よっしゃい、呼び出しじゃ。スナックアタック、呼び出す。しゃー。でもあんまり強くない、強そうに見えん、こいつ。こいつ見た目も雑魚そうだし。宝箱開ける、倒すのが先か。わい、くらえ。外した。モンスターのこのね、スナックのやつは3つあるんだね、技が。これと X へ同乗し、結構いいんじゃない。たまりが早いね、あの必殺スキルの。クリア。目玉来い。目玉。うん、1位か。ああ、姫さんがいる。あ、女の子ばっかりだ。やったね。もうこれは負けてもいいわ、もう。じゃんけんぽん。あ、こういう時。おいおお、一騎打ちか、メローラ姫。一騎打ちか。お前何を出す。そうか。そうだな、チョッキ。
もう一回。くっそ、これグー出したら負ける気がする。パー、がなんでなんで時間切れ。持ってけ。サクッと選ぶよ。風属性は技ゲージブースト。毒耐性ピオリー耐性、うん、こっち。在庫あり。PT ペンダント。蹄鉄かな？蹄鉄みたいな形してんの。オメガ、ね。PT。パカラットラッパ。パカラットラッパ、あ、蹄鉄だね。蹄鉄、蹄鉄だ、うん、パカラットラッパ、うん、はい。ブス。鬼ブス。まさか森の姫君はこんなおばさんだったとは。何のために探してたの？彼女は占いが得意な森のご意見番らしいのだ。俺はどうしても彼女に聞かねばならぬことがあって。申し訳ありません。姫君はまだ眠っておられますので、占いはできないんです。あれだけ戦って起きないの？眠ってる？寝相は悪いのですが、姫君は眠っております。無理だ。これでは俺の推し面である赤美ちゃんへのプレゼントが何がいいのか占ってもらえないじゃないか。だったら起きてるよね、起きてるよね、これ。寝ています。今は眠りが浅かったようです。ああいう女は流行り物やアクセサリーとかあげとけばだいたい喜ぶのよ。むにゃむにゃ。具体的には本人のブログでも見たら。よし、何が占いなんだこれ。服屋さんの正面にある広場に行けばいいです。服屋さんの正面にある広場、赤ずきん48はそこでよくイベントをしてるそうですから。は、了解しました。またクエストの人だ。何君。お家に帰りたいデビュー。どうしたの？ずっと北の方からここまで来たでしゅ。でも砂漠で仲間とはぐれたでしゅ。お家にも帰れなくて。クシュン。イエティ。セクシー。なんで出てきたんだよ。ちょっと、でしゅでしゅって噛んじゃったわもう。何よ、あざといわ。この毛玉の。お前それ以外言わないの？し。あら、もう罪作りだわ。この毛玉の。そうかもね。これじゃ悪くないでしょ。冗談よ、実は全部聞いてたわ。迷子なんでしょ、かわいそう。なんとかしてあげましょう。じゃあ特別に私が願いを叶えてあげる。何してるでしょ。さあエデポンゲ、あなたに4番バッター並みの吹っ飛びパワーをかけたわ。ギンギンにみなぎってる。いいわよ。キーマ砂漠に行ってイエティちゃんたちをカギンと吹っ飛ばして故郷に送り返してやりなさい。じゃあ任せたわよ。面白そうこれ。行っちゃったでしょ。君がお家に送ってくれるでしょ。まあ引き受けるね、引き受けよう。やるでしゅー。
まあ、後日な。うん、後日な。今ちょっとピーターパンパンを探さなきゃいけないから。うん。